こんばんは。今回は MVP ティナの動画となります。速攻値や感想、おすすめギアなどについて話していくので、ぜひとも最後までご覧ください。タイトル、まずはね、速攻値なんですけど、使用率が 37.2% で勝率が 67.9% でした。いや、めちゃくちゃ勝率高いですね。まあ、過去のぶっ壊れキャラの勝率と比較すると、初日の深淵バイスが 60% で、後継レノアが 52.8% だったんですよ。なので、それと比べてもね、めちゃくちゃやばいことが伺えますよね。まあ、とりあえず、まあ、このキャラはね、その後継レノアとか、まあ、深淵バイスとかの、まあ、環境トップあたりの対策を、まあ、メタローとして作られたキャラだと思うので、まあ、そりゃあね、上位のキャラをメタローとしたら、まあ、他のキャラも、まあ、死んじゃうわけなんですけども、まあ、特にエレノアとかに関してはさ、1キャラで何キャラ分もの性能持ってるんじゃないですか。なので、あれを全部メタローとしちゃうと、そりゃあね、いろんなキャラが巻き込まれるわけですよ。まあ、そんなわけでめちゃくちゃ強いわけでして、まあ、攻撃も防御もね、このキャラ揃ってるんですよ。攻撃に関しては、まあ、やっぱ SS がめちゃくちゃ早いっていうのと、あとはスペシャルもね、かなり得点力高いんで強いんですよ。だから、オンザにもなるんで、まあ、陣とかがあってもそれをすり抜けてくれますと。はい。なので、これがまあ強いっていうのと、あとはこれプラス、まあ、血縛りとか、エリア拡大封印とか、パラメータアップ封印とか、そういうなんだろうな、補給性能を高めるものをね、全部無効化しちゃうので、そういうとこも含めて、まあ、バンバン決まるんじゃないのかなと思います。はい。防御面に関しても、基本まあ、ストーム以外は大体無効化しちゃうので、マジで鉄壁ですね。ダイブとかもあるんで、マジで失点しないです、このキャラ。で、まあ、弱点を強いてあげるとしたら、まあ、あんまりそのダイブを使いすぎると、ループしなくなっちゃうんで、まあ、そこで隙ができて、そこでまあ、決まってしまう可能性があるってぐらいですかね。ただ逆に言えばそこぐらいしかないんで、マジで攻守万能っていう感じですね、このキャラは本当に。はい。で、まあ、こんな強い、めちゃくちゃ強いね、なんか、MVP ティアにね、合うギアは何かっていうと、まずは、アスラだけが無難かなとは思います。補給性能がかなり高いんで、まあ、めちゃくちゃ合いますね。ただ、ミラーだと、そんなに恩恵は感じないかもしれないです。直線回収もみんな普通に取っちゃうんで、まあ、割と持たせてない人も増えてきてます。ただ、ミラーでも、バリアがない時を狙って、まあ、ギアショー決めたりすることもできると思うんで、まあ、全然ありだとは思います。はい。で、次に、ハキニオラケですね。これ持たせると、ダイブの時に、格ジャスがあると思うんですけど、あれを外すことができるんですよ。判定強化無効化にすることができるんで、まあ、ミラーの時に、ダイブした時のゲージダメージをなくすことができると。まあ、そのおかげで、もうループしやすくなったりとかあったりすると思うので、まあ、そこら辺の、まあ、意識をしたい方は、まあ、ありかもしれません。あとは、ヘリオとかも、まあ、無難ではあります。やっぱこれ乗るとね、早すぎるんで、SS が。タップが間に合わないこともあるんですよ。なので、まあ、強いっちゃ強いです。まあ、無難ですね。はい。で、最後に、まあ、おすすめギアってわけではないんですけど、まあ、多分聞かれるかなと思って、ブレスを持たせて使ってみたんですよ。なんですけど、まあ、言うてそんなに回転も上がるわけではないので、まあ、微妙かなとは思いました。まあ、一応神聖うつろメタにはなるんですけど、まあ、こんなことしなくても倒せるんで、まあ、他のギアでいいかなとは思いました。はい。まあ、他になんかいいギアがあったらコメント欄で教えてください。で、次にスロットスキルなんですけど、まあ、大体 25% の確率でアイテムを出すやつつけてる人が、まあ、多かったかなと思います。まあ、ドリンクゲージを持って、まあ、回転を上げるんですけど、まあ、詳しいことは、ま、シューズの時に話します。はい。で、まあ、まあ、25% ってことで、まあ、結構運ゲーなので、まあ、堅実に回転させたいんだったら、まあ、増加量かなと思います。まあ、どちらにせよ SS ゲージの、まあ、回転を良くするようなものをつけたりして、まあ、ダイブをループさせるのが、ま、定石って感じかなと思います。はい。で、次にシューズなんですけど、シューズはね、正直スロットによるんですよ。なので、ま、スロットと一緒に紹介していくと、ラケットにね、回復アイテムを出す必要をつけるのであれば、M闇グッズとか、まあ、先輩レイン靴とか、そこら辺のドリンクで、なんだろうな、SS ゲージダメージ無効をついたラケットじゃない、靴にドリンク3パーをつけるのがおすすめです。まあ、運とはいえ、回転がかなり上がるんで、まあ、結構良かったですね。あとは、まあ、ジャストの時のゲージダメージを対策できるんで、まあ、そこもいいですと。はい。あとは、割と枯れやすいんで、ドリンク無敵をつければね、スタミナ面も良くなって完璧なんですよね。なので、まあ、結構いいですね。はい。で、それに頼らないんだったら、まあ、タワー靴に増加量もりもりでってのもありかもしれません。使ってみたの時では、それでやってみたんですけど、まあ、結構回転はいいですね、やっぱり。はい。
で、見切りつけてる人もちょくちょく見たんですけど、まあ、SSS 打ったら、見切り、コート上のやつで消しちゃうじゃないですか。なので、まあ、どうせ消えちゃうんだったら、まあ、いらないのかなとは思いました。はい。で、まあ、ギアを待たせたりする上での、まあ、注意だったりするんですけど、エリアとか足が速くなるやつとかは、ティナには効かないんですよ。オートスキルで無効化しちゃうので、まあ、スピードタイプではあるけど、エレノワークスが合わないっていう、まあ、特殊なキャラだったりはします。ただ、軽減とかは積めるんで、まあ、30固定でも枯れるから辛いよーって方は、まあ、そういうギアを履かせるってのもありかもしれません。ランキングボードとか見てると、正月ミューエクツとか履かせてる人が割といましたね。はい。で、最後に、対策キャラいないかなって感じで試してきたんですけども、まあ、とりあえずアルベドはね、頑張ればいけそうかなって感じでした。まあ、スターストームは結構うざそうだったのと、まあ、反射とかダイブで、まあ、枯らせれば、まあ、そこでね、ギアショとか SS とかで決められてよかったですね。はい。ただ、スペシャルはね、頑張って取る必要があるので、まあ、そこは注意が必要かなとは思います。あとは今使ってる神崎とかも、まあ一応使ってみたわけなんですけど、まあ、正直きついかなとは思いました。一応この試合だと勝ってはいるんですけども、ダイブっていうかこのアシストか。アシスト使うとね、SS ゲージ減っちゃうんですよ。まあ、これがなんでかっていうと、ジャスト判定だからですね、このアシストが。なので一生 SS がたまんないでループしませんと。で、それが怖くて前に出たりすると、まあスペシャルとかが怖いと。あれをずっと補給し続けるのって結構大変なので、まあ、耐えられる人限定かなとは思います。はい。で、まあ、そうですね。あとは赤とか聞かれそうなんですけど、ね、まだ数回しか当たってないんで、なんても言えないんですけども、まあ、エリアがかなり狭くなるんで、まあ、飛びつかせてその隙でまあ、決めるってことが、まあ、できるんで、まあ、勝てる方じゃないですかね、赤は。まあ、そんなに不利って感じはしませんでした。むしろ赤の方がかなりきついんじゃないのかなと思います。はい。あとは、ハキニオラ家持たせたフェネッカとかも一応、まあ対策っぽいっちゃ対策っぽいんですけども、まあ使ってみた動画のところでも一応言ったとは思うんですけど、見切りなしでフェネッカの弾を取る人であればきついと思います。まあジャストじゃない分ね、結構取りやすいんですよ、あの弾。なので、対策と言っていいかが難しい。対抗かもしんないけど、対策かって言われたらちょっと難しいとこはありますね。はい。という感じで、現状対策と言っていいのはアルベドぐらいじゃないかなとは思いますけどもね。ただまあこれから対策キャラの動画とか上がる可能性はあるんで、まあそれ待ちっていう感じかな。まあそんな感じですよ。対策キャラがあんまりいないほどまあ強いって感じですね。はい。で、その強いティナなんですけど、リーダーに置く枠の話なんですけど、今、使ってるのはシエラをリーダーに置いてドリンクゲージを持ってたりします。これも当然強いんですけども、まあ、同じドリンクゲージの枠でも、サイティンアイラってキャラがいるんですけど、あのキャラの場合ね、SS で相手を強制解除させることができるんですよ。なので、まあ、ワンチャンティナミラーで有効活用できるんじゃないかなと思うので、使用した方がいたら教えてください。こんなこと言っといて自分使ってないんで、使用感とか教えていただけたらなと思います。多分、結構いいんじゃないですかね、相手を解除することができるんで、割と強そうではあります。はい。で、最後に本当に余談なんですけど、今回ね、ティナのパック販売がないんですよね。まあ、像とかじゃなくて本家みたいなね、世界がいいなぁとは思ってたんですけど、まさか収益得る手段をなくしちゃうとは思わなかったですね。まあ、売らなくなった理由はわかんないですけど、まあ、とりあえず考えられるのが、まあ、売れてない説っていうのと、まあ、経費削減説ですよね。まあ、像とかスタンプを、まあ、作る費用よりも、もう返ってくる収益が少なければ、まあ、作る理由ないですからね。で、まあ、今回の場合はスタンプ3個目のラケットがあるんで、まあ、それで稼いでいこうって感じなんですかね。まあ、最低者のラケットと違って、スタンプ以外で手に入る手段が現状ないんで、まあ、課金限定になるんですよ。まあ、おいおい追加される可能性はあるんですけど、現状ないんで、まあ、それでって感じなのかな。で、経費削減説の方は、まあ、新規が最近間に合ってなかったりとか、まあ、ちょくちょく更新がなかったりとか、まあ、経費削減してるっぽいんですけど、まあ、とりあえず、ラインズマン投票がこれから来るんで、まあ、とりあえずは差しはなさそうなのが、まあ、安心ですね。ただまあ今月、白猫ゴルフも来るんで、まあそれ次第かもしれません。ということでまあ話がね、だいぶ逸れちゃったので、元に戻すと、まあティナはぶっ壊れです。はい。まあ明日のレポートでも触れられるんじゃないですかね。うん。まあもちろん自分が調べてる勝率とまあ運営出す勝率ってまた違うと思うので、まあなんもない可能性はありますけど、ここまで高いとね、運営の出す勝率の方も高いんじゃないのかなと思いますね。
で、今回ばかりは下降傾向ってこともちょっと考えにくいんですよ。慣れでどうにかなるわけでもないですし、何よりもお手軽さがすごいと。まあ、あとは自分が測ってる勝率もね、どん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 勝率が上がってってるので、あんまないんじゃないかなと思います。まあ、エレノアっていう、まあ、過去のぶっ壊れがいたわけですけど、まあ、そのキャラもぶっ壊れとはいえ、まあ、切り替えが難しいと思うんで、初日はそんなにだったんですよ。うん。なんですけど、その後慣れてって、まあ、勝率が上がりましたと。まあ、そんな感じで、まあ、ティナの場合は、初日はそんなに出てないタイプだったんですね。ただ、ティナの場合は、まあ、誰でも使いやすいんで、その、あんまりレートの差がないと思うんですよ。なので、まあ、何かしらは触れるんじゃないかなと思いますね。速報値をやめたわけなんで、まあ、即下方ってのは考えにくいんですけども、まあ、次のレポートで下方されますとか、注視しますとか、そこら辺は言うんじゃなかろうかと思います。はい。ということで、まあ、こんな感じですかね。ということで、ここまで、アドモンでした。お疲れ様です。